カムイの福田です。よろしくお願いします。僕が YouTube を利用する時という時はですね、僕こう見ても怖いもの嫌いなんですけど、なんかこういう感じなんですね。怖いもの見る時、なんか見たくないけど見てしまいたいみたいなのがありまして、でたまにその特番で、日本のその番組の特番でよくその UFO を見たとか、ネス湖でネッシュを見たとか、そういうなんかこうびっくり映像みたいなの番組好きなんですけど、なかなか日本でそういう特番ないじゃないですか。それでよくその YouTube 等でその UFO とかで検索をしてですね、世界のいろんなそのびっくり映像、 UFO 映像とかを見て、一人でもうどえらく盛り上がっててですね、そういうのを探し出すと一日下手すると4時間とか見ちゃったりすることもあって、あぐらかいて僕ちょっとパソコンとか見てるんですけど、なんかいろんな関節を痛めてですね、これはあんまり良くないと思いつつ、その UFO とかそういうやつを見るときは前もってちゃんと机にパソコンを置き、ちゃんとその椅子を持ってき、楽な格好で見るように心がけてます。福田でした。